インターネットやめない？インターネットやめ、ん？やめ、やめ、やめ。インターネットはやめない。ああ。インターネットと海の木図になって、さまよい続けるから。お、らしいっす。見つけてあげてください。浮上してるわけじゃない。いないから別に。おい、起きろ。クリス。え？起きろ。うわ。まライブ中やぞ。え？なんで前の姿なの？今日はクリスの卒業ライブやから。うん。最後にやっぱこの昔の姿で二人で並びたくて。めっちゃ笑ってるやん。え、なんか、なんなん？綺麗だね。だる。はい、こいつ。ほら、あれがデネブ、アルタイル、デガダチ。なんか言うてよ。何やってんの？なんか言うてよ。卒業ライブということで、さすがに実感湧いてきたな。4年間やってきたことが今月で終わりってなると、やっぱちょっとね、寂しいなって気持ちがあったり、なんかこうわがままなんだろうなとは思うんだけど、まあ、たまにはさ、思い出してほしいなみたいな気持ちがね、やっぱどうしてもね、欲が出てきてしまうんですね。私はみんなのこと可愛いと思って怒ってんじゃない。私はみんなのこと憎くて怒ってんだから。このね、本当にね、4年の間でね、ね、ナードくんたちもね、仲間たちともいろいろこう、なんか私の居場所を作って肯定してくれて、なんかすごい性格が変わったなというか、一人で寂しく死ぬ人生だと思ってたけど、こういうのも悪くないんだなって思うようになりました。これは本当にね、皆様のお大事なとこでおかげだと思っております。ありがとうございます。裏にいるみんなも ありがとう。笑てるわ笑てるわ、ありがとう。私のわがままにはなってしまうんですが、今月でですね、まあ、私は七進行引退するんですけど、まあ私は本当にここの七進区っていう場所がマジで好きだったから、できれば七進区からこう離れないでほしいなって、ファンのみんなはこのままずっと見守っててほしいなと思います。そして私がいたなということも、たまにはね、ふわーっとこう思い出してない思い出してない思い出してない、ちょっふわっぐらいの感じでいいので、思い出していただけたらなと思います。ライブとかもね、なんか緊張して初めはゲロ吐きそうになったりとかしてましたが、まあ、今日も若干ここまでは来たけど、ここまでで抑えました。たくさんの方の声援のおかげで日々成長してこれたなと思っております。ぐるぐるしてる？ YouTube がエラーですみたいなの出てきたんだけど。え、どうしよう。ねえ、撮り直していい？ダメ？ちょっとコメントが遅すぎるんだけど。なんで今日に限ってこんなことになっている？一回とりあえず終了するわ。ちょっと一回、なんなん？マジで。なんか、今まで見たことないようなエラーが出たんだけど。赤文字で、今までの配信人生で一度も見たことない OBS のバグを見たんだけど、もう何話すか忘れちゃってよ。話考えてきてたのに、もうグダグダ、もう何だ、もう何したっていうの、マジでもうだるいって、だるいってマジで、もういいって、ほんまに。またガクガクしてきた。もうダメだ。もうどういうことなのね。ねえ、もうダメだ。もうどうしたらいいの？
消す？あたちの姿。音声だけにする今日。ねえねえ、なんでこんなことになってるの？あ、スライドショーのせい？じゃあこれ一回消すね。ちょっとみんなとの思い出、みんなとの思い出一回消すね。どう？いやこれ関係ないよね。ねえ、ね、何を信用したらいいの？ねえもう分かんなくなってきちゃったね。どう、ほんとに別れを惜しんで嘘ついてるの？みんなが。じゃあみんながクソだよね。じゃあみんながクソ。ストーカーの犯罪者の家みたいな感じでこう壁に敷き詰めていこう。画像出したらダメ？分かった。じゃあ消します。もう OBS で何も操作しません。どういうことなの？なんか分かった。これにしよう。もう何もない空間で配信するわ今日。他のものすべてを消そう。あ、こいつらも。もう全部消そう。今までに作ってる配信のこのシーンももう使わないからね。だってこれでいいでしょ。もうだってもうしょうがないじゃん。止まっちゃうんだもん。うわ、私もぐるぐるしてるわ。でもう一回だけ枠作り直していい？落ち着いてきた。コメラント BGM 消したらいける？じゃあコメラント BGM 消すね。ちょっとこれでいける。これで背景も消した方がいい。背景もじゃあ消そう。これで今日の卒業配信もうやるしかない。だってなんでもしょうがないじゃん。 3D 卒業ライブまでしてさ、もうやることやってさ、今日みんなでバイバイって言って終わるはずだったのに、なんでこんなことになってるの？もうダメ。どうしたらいいの？助けて。みんな半分いなくなっちゃった。終わったと思うんで、みんな視聴者が半分減っちゃった。もうどうしたらいい？ということで、もう本当に、まあ、初めの方からね、配信見ていただいた、初めから配信見てるよっていうあのリスナーの方も、まあ、途中から、まあ、最近になって、あたちのこと見つけて応援してくれた方、本当にありがとうございます。皆様ありがとうございました。再起動しろというお達しが今来ました。再起動をします。 BGM つけて背景を画像1枚にします。ちょっと待っててください。消してきました。もうマジで無理だったらりんちゃんの枠でやろうというちょっと前代未聞の配信スタイルにしようかと思いましたが、いけました。もうなんだよ、もうなんで今日なんだよ。なんで今日に限ってこんなことになるの？コメントも表示できないし、もう怖いからもう何も触らん。枠が4になっちゃうでしょ、コメント出したら。もうしょうがないの、もうこれで。今日すごい二日酔いだから勘弁して。マジで。打ち上げめちゃくちゃ飲んだ。グラス割った。なんなら。
まあでもなんか 3D ライブの時は頭真っ白だったから涙の感情にあんまりいかなかったんだけどさ、終わってからの方が来たかも。あー 3D ライブもこれで最後かみたいな。なんかこうみんなで打ち上げのご飯とか食べてる時に、あ、こうやって食事の場に参加するの最後かみたいな時に来たかも。一番あたちが日本酒2合ぐらい飲んだくらいのタイミングで、結構だから時間経ってからなんかタバコ吸ってくるわって、でもそろそろ帰りますみたいな話をしてたのよ。まあ、そろそろ帰るかみたいなことを言ってたら、もうすごい目をすごい目をこう膨らませて、こう腫れさせて帰ってきて急にいろいろ考えてきたみたいなそれくらいのやっぱタイミングで来るよね。落ち着いてから来るよね。まあ、さっきはでもちょっと泣いた、さすがに配信できなさすぎてめちゃくちゃ慌てた。 VTuber 生活においてやりきれたなって感じなんだけど、気持ちいいまま卒業するから、いや一般のさ社会人として働いてたらさ、それこそライブとかさ、グッズ作って売ったりとかさ、それこそねコラボとかね、サンリオさんとコラボさせてもらったりとか、もう絶対ないことじゃん。でずっとやりたいって言ってたあのトークライブもできたし、トークイベントもやりたいなって思ったことはね全部やらせてもらったから、ナラシインクという場所を、まあ、応援し続けてくれたらなというのがね私の、まあ、願いかな。周りのね仲間もいい子たちばっかりでさ、もうね本当に生活に困ったらちょっと土下座して戻ってくるわ今日なんかエゴサしてたらさ、よしクリスの卒業ライブのためにスパチャするから競馬ね増やすぞって言って、とりあえず5000円かけようってつぶやいてるオタク。15時半出走だったから15時45分ぐらいにそいつのツイートどうなったかなって見に行ったら、ごめんクリス遅れないわ1番すったってつぶやいてたふざけんなよと思ってこいつほんま私ふざけんなよ。まあ私も負けたからいいんだけど、まあ、やりたいことが見つかったからね、転職するんだなみたいな感じで思ってもらえたらなって。なんか年齢的にも体力的にも新しいことをするリミットが迫ってきてるなみたいな、新しいことをこれからよしこれをするぞっていう体力がなんか年々なくなってきてるなって、まあ、あっという間じゃん年取るので、もう10年ぐらいさもうすぐじゃん。だから今さなんかこう一歩踏み出せないでいるともう死にそうだなって、もういつまで経ってもやりたいことできないで言い訳ばっかりするの嫌だなって思って、やっぱナラシンク見てたら周りにすごい頑張ってる子がさいっぱいいるからさ、今の獅子王クリスとしての活動を本気でやれてないっていうのがやっぱどうしてもこう申し訳ないし恥ずかしいなみたいな気持ちになっちゃうんだよね。まあ、ちゃんと卒業して終わらせるのもまあ大事かなみたいなね、そうやりたいことがありますので、そこはマジで嘘じゃないから、本当はめっちゃ精神的に苦痛だけど体のいい言い訳を考えて卒業するわけじゃなくて、本気でもうやりたいことが見つかったし、なんだろうやりきれたかなっていう、なんか応援今までしてくれたリスナーに対して、まあ、ちょっと、まあ、みんなこのままどうなっちゃうのみたいな気持ちはあるんですけど、もう私がずっと 3D のライブのトークでちょっとエモい話してるのに、ずっと師匠クリスのくびれと足がエロすぎて抜いちゃうかもしれない、師匠クリスで抜きたくないのにってコメントしてるオタクとか見て、こいつら私の枠がなくなったらどうなっちゃうんだと思ってたけどこんなエモい流れなのに一人だけみんななんか泣いてる絵文字とかさ、あのサイリウムの絵文字とかさ送ってくれてるのに、なんかそいつだけここのクリスエロい目で見てるの俺だけ笑うみたいな、こんなやつが私以外の配信にいたらどうなっちゃうんだと思ったけど、健康で
健やかに生きていただけたらなと思います。人に迷惑かけんなよ本当にありがとうございました。4年間というねすごい楽しい時間を過ごさせてもらって、まあ、たまに思い出してくれたら嬉しいです、健康には気をつけて、両親にはたまに連絡を取り、インターネットの住民にはあまり迷惑をかけないように健やかに生きていただけたらと思います。せーのよー。なんかさマシュマロにさなんかクリスと母親はなんか共依存してる危ない関係にあるので早く家を出た方がいいと思いますみたいなさ長文が来てさめちゃくちゃムカつくんだが、なんで勝手に名前も知らねえ顔も知らねえおめえが口出してくんの。ええやろ別に実家住んでても何がダメやねん。なんか迷惑かけたことあるかよお前に。なんでよ、あたちは親が死ぬまですねかじるからな。マジで小学生の時にパワーパフガールズのエロホームページをよく訪問してそれのせいで性癖が歪んだみたいな5年後ぐらいにどうしてもあのホームページがまた見たくなって調べたんだけど出てこなくて、ヤフー知恵袋にさ昔パワーパフガールズのエロのね画像を置いてるホームページを何年か前に見たんですが、そうどなたかご存知ありませんかって、画像1枚だけでも魚拓でも画像1枚だけでも持っている方がいればお願いします、ね、投稿したらね死ねよカスってさ返事が来て質問全部消した、質問ごと消した、辛くなっちゃって、まあ、丸飲みジャンル好きだけどね、丸飲みジャンルすげえ調べてた実は。正月にとりあえず金渡して懐いてほしい子供に。でもこれが良くない、これが良くないんだろうね。金渡して無条件に懐かれたい子供に。良くない、良くないんだけど。いやでもわかるか、遊びてー子供と。でも子供は好きだからこそ触れれねー子供に。あとそういう親戚の付き合いはそもそもね。いや私もう本当に借金700万円ある人集合みたいなミクシーのサークルあったら入るもん。あたちあたちあたちっつって底辺同士の友情。あたちの友人は一人自分の父親が会社の金を横領してて1000万の借金があるっつって強っと思って、あたち今までこの父親の借金700万デッキで戦ってたけど、いやお前それ無理だ負けた、マジで負けた。でもさ弁護士に頼んでさ整理できるじゃん。でそれで最終的に残った借金は、まあ、400万ぐらいだったんだけど、400万ぐらいに父親の借金があって、いやマジで死のうと思うんだけどどうしようみたいな話をされて、いや大丈夫大丈夫、あたち700万借金あるけど生きてっからって言ったら、元気出たわ頑張るよって言ってた。このハムちゃんはマジ寿命来たら食べようと思ってる。前のハムスターちょっと親に発見されて食えなかったからさ、ちょっと寿命来たら冷凍保存して食べてあげようと思ってる。君安全型だねーっていうのはセクハラなの今。あセクハラなんだ、言わんようにしよう。あ元からセクハラなの、あそうなの、あれって医者が言うんじゃないの、君は安産型だから大丈夫だよみたいな。え女が喜ぶ言葉だと思ってた、目大きいねーぐらいの感覚で使ってたよ私。安産型なんだね、セクハラなの、マジかやば。なんかインターネットでイライラすることが最近増えてきた気がする。いやなんか昔はワンちゃん猫ちゃんの画像ツイートとかでもさ、なんかみんなかわいいみたいなコメントばっかりだったんだけど、最近はさなんかそういうことするのってワンちゃん猫ちゃんたちの体調にうんやらかんやらなんやらなんやら寿命が短くなりますなんやらみたいなさ、いや昔あそこまでいなかったと思うんだよ。今いっぱいいないで、それに対してなんか薬プオッツ、お前の方が薬プだろバーカバーカダボガみたいなさ、あーあーってなる。なんだろう、無料でさ聞ける音声のレベルが上がりすぎだよな。だってちょっと前までさなんか無料で聞ける YouTube の ASMR 音声なんてさ、棒読みのさなんだこいつみたいなやつしかいなかったのよ。ほら気持ちいい、気持ちいいわよね、だって私が触ってるんだもの。本当にそんなんばっかりだったんだよ。だけど今めちゃくちゃ上手い人
ばっかりだからね。双子の ASMR だけど全然演じ分けされてないとかさ。ほら、姉様、見てくださいまし、この人間のお粗末なチンボーを。あら、妹、そうですわね。これはありえないですわ。姉様もそう思いますわよね。そうですわね。みたいな、本当にそんなんばっかだ。昔ね、魔界からこんな感じでね、配信をしてたらね、魔界の学校行ってなくて、引きこもってたんだけど、こいつここで放送してるぞみたいなのがバレて、なんかね、コメント欄にね、何々学校、何年何組の何々ちゃんみたいな、学校に来てくださいみたいなさ、コメントされたことがあった。学校じゃ喋らないのに、配信ではよく喋るんだね、みたいなさ、コメントさ、マジで嫌だった。お参加の皆様、今日はたくさん参加してくださってありがとうございます。センズリパーティー司会者のシシオクリスです。ドレブでマゾでド変態のシシオクリスと一緒に人生を共に過ごしてください。おー、負けたー、負けちゃったー、私の人生負けちゃったー。どうして、行かせて、抜かせて。今日はザーメンミルクポットになります。たくさん射精してください。あー、横でトイレ行ってる。ママが隣でおしっこで、ね、おしおいっぱいビュービュー出してる。聞こえちゃうよ。作れるぐらいさ、前にさ、誰かが推しがましてない？なんかやっぱ流行ってるんだったら流行ってるなりに何か理由があると思うんだよね。こうフリーメイソンみたいにさ、あの水面下で行われている何かこう組織があるんじゃないか、推しがま協会みたいなさ。配信終わった後にコングラチュレーション、コングラチュレーション、ようこそ推しがま協会へってさ、何かの扉が開くんじゃないか。このマジラのエピソード翻訳されて外国人に絶句されてたぞ。私もたまに見てるチャンネルだわ、多分それ。一人のね、なんかうちのリスナーでいつもその切り抜きをね、その英語にね翻訳してくれる人がいて、そうコメント欄見たらね、なんか結構ねぎらいの言葉をねかけられてるんだよね私。え、すごいよ、卒業しますみたいなさ、配信もさ切り抜かれててさ、めっちゃコメント来てんの。ありがとうございます。で、あのグッズが海外からじゃ買えないっつってすいません、本当にすいません。